はい、皆さんこんにちは。 FFA の岡崎です。このチャンネルでは東京消防庁と地方の消防2カ所の消防を経験したこの僕が、独学で試験を突破した経験をもとに、消防のことであったりとか、あと試験対策のことについて、発信しています。はい、チャンネル登録と、あと公式 LINE の登録してない方は概要欄の方からぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで、今回の動画では面接で合格する人の特徴3選ということでやっていこうかなと思います。はい、ではまずですね、初めに合格者の話、今年の合格者の話をさせていただこうかなと思います。はい、まあ、FFA は確実に合格を勝ち取るために少人数制ですね、でサポートしています。はい、募集する生徒さんを絞ってサポートさせていただいているんですけども、まあ、少ない中でもですね、今日8月20日時点で、東京消防庁の合格が9名、あと名古屋市も2名、川崎市、千葉市、ともに1名ずつ、合格者出ています。はい、まあ、まだね、試験が終わってないところもあるので、まあ、現時点ではかなりの高い確率で合格できていますし、政令市の二次試験だけに言うと、面接の合格率は 100% となっています。はい、ということで面接にはかなり自信があります。ということで、そんな FFA の合格者の特徴を厳選して3つお伝えしようと思いますので、最後までご覧ください。はい、では早速まず1つ目ですね、自己分析ができる人。これね、よく聞くなって思う人めちゃくちゃ多いと思うんですけども、すっごく大事になってきます。はい、なんでかっていうと、面接で聞かれることっていうのは8割から9割ぐらいは自分のことを聞かれるからですね。はい、でただね、自己分析っていうふうに言われても何をしたらいいかわからないっていう人がね、結構多いんですよ。こういう相談もかなり増えてきているんですけども、難しく考えなくて大丈夫です。はい、安心してください。実はですね、僕もそういう自己分析らしい自己分析なんていうのはやらずに試験を受けました。はい、それでも合格はできました。なので僕が当時やっていた方法を皆さんにお伝えしようかなと思います。それはですね、想定した質問に対してなぜを問いかけることですね。例えばアルバイトはしていましたかと聞かれたとします。でそこで、飲食店でのアルバイトをしていましたっていうふうに答えたとします。はい、で次にですね、なぜそのアルバイトを選んだんですかっていうふうに、聞かれたとします。はい、という感じでなぜっていうふうにね、自分でつけて考えるっていうことですね。はい、で、それに対して、コミュニケーション能力を向上させたかったからっていうふうに考えます。でさらになぜそのコミュニケーション能力を、向上させたかったのかを考えていきます。でそれに対して、もともと初対面の人と話すことに苦手意識があって克服したかったからというふうに考えます。でさらになぜ克服する必要があったのかというふうに考えると、大学卒業後は消防官として働きたいと考えていたので、職場や市民の方と円滑にコミュニケーションをとって一人でも多くの命を救いたいからというふうに考えます。はい、という感じで今3段階なぜっていうふうに深掘りしたんですけども、これだけでもアルバイトに関してはかなり深く意見が出てきたかなと、考えがまとまってきたんじゃないかなというふうに思います。こういう形で大学での勉強のことであったりとか、部活のこと、あとボランティアとか、自分がしてきたことに関してとか、あと経験から得たこと、失敗談で、その経験の中で困難だったことについても、なぜっていうふうに深掘りして深く話せるようにしていただきたいなと思います。はい、続いて2つ目なんですけども、気持ちを表現できる人になっています。はい、これね、よく聞かれるのが熱意の伝え方なんですけども、基本的には話し方ですね、話し方で伝えることができます。はい、でこの話をするときによく出てくるのがメラビアンの法則っていうやつですね。はい、知ってる方も多いと思うんですけども、これ何かというと、その人の表情であったりだとか、声の大きさとかトーンであったり、話の内容ですね、この3つですね、今言った3つの完全な一致っていうのが大事になってきます。じゃあちょっとね、極端な例を出すと、私は消防官になって一人でも多くの命を救いたいですみたいな感じで言うとどうですかね。はい、なんかちょっとふざけたような顔でしたし、表情のインパクトはかなり強いですよね。はい、
で声のトーンもねなんか低い感じでなんか熱意があまり伝わらないような感じだったかなと思います。はい、だから消防官になって一人でも多くの命を救いたいっていうふうに、まあ、いいことは言ってるんですけど、顔の表情とか声のトーンで、そこが伝わらないっていうふうになってましたよね。はい、つまり、まあ、自分が話している内容よりも表情とか声のトーンとかそっちの方がめちゃくちゃ大事だっていうことが言いたいです。はい、だから、まあ、いくらいいことを言ったとしてもあと声が小さいとね自信がないのかなとか嘘をついてるのかなとか思われても仕方がないので、そこもしっかりと、意識してほしいなというふうに思います。それで、まあ、こういう話をすると話の内容はどうでもいいっていうふうに考えちゃう人がいるんですけどそうではないんですよ。はい、表情とか声のトーンが大事っていうのは大前提です。そこはできているっていう大前提の上で、どれだけ話す内容をちゃんと言えるか、話す内容を磨けるのかっていうのもめちゃくちゃ大事になってきます。はい、なので、自分の経験をベースにして消防への思いっていうのをきちんと伝えるようにしていきましょう。はい、そして最後3つ目ですね。これは言語化ができている人ですね。この言語化が苦手な人がめちゃくちゃ多いんですよ。はい、まあ、正直難しいかなと思います。はい、まあ、言いたいことはあるんだけどどう言えばいいかわからないとか言いたいことがまとまりきらないっていう人が本当に多くて、まあ、相談もよく受けます。はい、じゃあ例えば部活動の経験で得たことは何かっていうふうに聞かれたとします。で部活動の経験って皆さんまあ大体高校時代っていうのは部活動されてたと思うのでかなり濃い経験、まあ、思い出っていうのがあるのかなと思います。はい、なので何を言えばいいのか迷うであったり、まあ、思い出が濃い分、いろんなことちょっと思い出しすぎて何から話せばいいのかわからないっていうふうになりがちなんですよね。はい、じゃあどうすればいいのかっていうところなんですけどもまず一言で言い表すようにしましょう。じゃあ先ほどの部活動の経験で得られたことは何かっていう話だったとしたらチームワークの大切さとか辛い時からが本番みたいな感じですね。そういった感じで一言で表すようにしてください。はい、つまり結論を一言で言った後に、その内容を詳しく伝えるようにしましょう。ただしエピソードは長すぎると聞いてる方はしんどいです。はい、しんどいので端的にかつ要所を抑えて話せるようにしましょう。はい、ということで今回は面接で合格する人の特徴を3つですねお伝えしてきました。はい、もう一度おさらいすると、自己分析ができている人、はい、気持ちを表現できる人、言語化ができている人、この3つになります。今から面接対策をしていく人はぜひ参考にしてください。また FFA では面接対策を実施しています。完全個別に面接練習をして、合格するためのフィードバックもめちゃくちゃしっかりとさせていただいてます。特に言語化が苦手な人が非常に多いのでこれが言いたかったっていうところを、しっかりと、お手伝いさせていただいてます。さらに来年の受験を控えている方にもお知らせです。FFA では来年の受験生も募集しています。勉強の仕方であったり、筆記対策、論文対策、面接対策とかもう合格するために必要なことが全て詰まったクラスっていうのもありますのでまずは公式 LINE に登録していただいて、無料相談の方を押していただければなと思います。去年の合格率は 83% なので確実に合格したい人はお待ちしています。それではまた。